期の J1 王者、横浜 F マリノスと天皇杯王者、J2 ヴァンフォーレ甲府が対戦する富士フイルムスーパーカップが11日、国立競技場で行われる。天皇杯王者の甲府 DF で主将の菅井英大、24、が10日、試合前日のオンライン会見に臨んだ。昨季の天皇杯ではコンサドーレ札幌、サガン鳥栖、アビスパ福岡、鹿島アントラーズと J1 相手に4連勝で決勝に進出。決勝はサンフレッチェ広島に PK 戦の末、初のタイトルを手にした。今回は J1 王者との勝負だ。菅井は、天皇杯でたまたま勝ったと思われたくない。J2 もレベルが高いと証明したい。J2 代表としてしっかりと戦っていきたい、と、2期にわたる、下克上完結、を掲げる、甲府は今期から、篠田義行監督が就任。システムも昨季とは変わり、4バックが軸になりそうだ。今季はアジアチャンピオンズリーグ、アクル、の出場が決まり、広島 MF 土井、川崎 F の DF 神谷、東京 MF 品田ら将来性豊かな若手が期限付き移籍で加入。将来性豊かな若手が入り、選手層も厚くなった。菅井は、キャンプで互いの特徴を見ながら理解して試合ができていた。いい状態になっている、と手応えを口にする。下馬評は J1 王者だが、勝負は何があるかわからない、ときっぱり。天皇杯王者として堂々と J1 王者に挑む。